大変私は光栄な役目なんですけれども、柳家三教師を私はリモートコントロールできます、私がストップと言うと三教師は止まらなければいけないという取り決めになっております、少しあのお話を交えてどのようにして仕事が進んでいくのかというのをご覧ください。まず先生のおっしゃる通り、私はやることがあります。自分もぶっつけ本番で勝てないといけない。でも私がストップって言ったら止まってください。大工の棟梁が一日の仕事を終えて家に帰ってきました。そして一休みをするためにタバコを一服吸っています。
んで、おめ見かけで犬なら、どこに来たんだい。わてが、わてが、あの大阪や。大阪にいるのか。珍しいな、歩いてきたのか。せやな、歩いてきてね、決まってるやないか。なんで電車に乗ってこられんねん。あ、そうだな。でも、おめなんで江戸に来て、あれかい、すぐうちあるのかい。こんなもんならへんだな。なんとかちゃんさ。なるほどな。大阪の犬なんてのはそんなものかを言うてな。ほら、いいや。そうな。落語には犬も出てまいります。やっと大宮に着いて店の中を見ると番頭さんがそろばんを使って帳簿をつけています。ごめんごめんよ。おお、なんだい。ええ、初さんかい。いや、なに。ああ、旦那とね。ああ、そうですか、そりゃよかった。そう、番頭に声をかけて旦那に呼ばれてきたことを告げると奥座敷にこうされます。旦那ね、さっきから待ってるから、はい、旦那のところ行ってあげて。どうすか。え、じゃあお邪魔いたしますから。え、ごめんないよ。いやね、番頭さん、帳簿ごまかせねえようにしてね。そう、座敷では旦那が酒の支度をして待っています。棟梁を招き入れて二人は酒を飲み始めます。ごめんない、ごめんない、すいませんね、旦那遅くなっちまって。なんだよ、暑いじゃないか、遅かったな。いえよ、もうすっかりね、酒の支度ができてますよ。お前さんと一杯やる。魚の方もね、いろいろあつらえてあるからね。あ、そうっすかね。で、まあ、一つ行きましょう。え、あ、そうっすか。いらんねえのね、旦那にお酌してもらうなんてのは、いやいや、それ嫌だ、だめだ、やっぱり、ね、自分で言え、言え、先生。まあ、いい、言えよ、ね、言えよ、そうっすか。まあ、先生。あ、これだ、これなんですか。あ、奈良の木一本。あ、奈良の木一本なんて酒はね、こっちの口に入れるもんじゃ。どうだい、気に入ったか。気に入っちゃった。まあ、すいませんね、なんかあっちばっかりで。そう、おかみさんが刺身を持ってきて旦那が棟梁に刺身を勧めます。あ、おかみさん、すいませんね、え、お邪魔してて。あ、朝よく来てくれましたね。いえね、お前さんとね一杯やるのはね、うちの人楽しみ。あ、さ、あのね、これね、さっき魚勝から届いたあのお刺身、マグロだよ。え、召し上がっておくれ。そうすか。じゃあね、頂戴いたしますんで。いいわ、これだな、から中トロで錆を引かせてね。じゃあ頂戴いたします。ほら、いい色してるんです。うん、うま。わさび効いたか、目に涙だ。いい魚ですね、これ。これ、金塊物ってやつでしょ。考えてるから、頂戴いたします。うん、うん、そう。酒が進み、さらに酔っ払ってくる。強いね、旦那。いや、あっちばっかりいただいてる。誰も少しね、飲まなきゃいけない。あ、別に言わないよ。本当にさ、いいね。あ、だ、旦那、いよいよ、いよ、え、いいの、いらんなさ、うんじゃ、これは私、必要でしょ。ああ、いい酒だ。でもね、旦那のところでね、呼ばれる酒は一番うめえな。普通で、ただだもんね。まあ、いいね。そう、これ以上酔っ払ってしまうと後のお話ができなくなってしまいますのでこの辺でおしまいとさせていただきます。落語のしぐさのデモンストレーションでした。参加者どうもありがとうございました。